カステルデル・モンテは、イタリアの南部、プリッテア州アンドリアの郊外にある、中世の城。13世紀に、ローマ皇帝フリードリヒ2世によって建築された。八角形を象徴的に取り入れた設計になっており、ユネスコの世界遺産に登録されている。イタリア語で、カステルが城、モンテが山で、山の城を意味する。このことから、モンテ城。 デルモンテ城とも和訳されている。城の平面図、アンドリア市街から南へ約2 0トルサンタマリア・デルモンテの集落の近くに位置する。付近一帯はアルタムルジャ国立公園として指定されている。建造者であるフリードリヒ2世のイスラム教への理解を示すかのごとく、追記の位置は当時のキリスト教の拠点であるシャルトルとイスラムの中心メッカとの二点を結ぶ。 直線上の地点に立地している。丘の上にポツンと立つ美しい城で、フリードリヒ2世の数学へ造形を表す黄金比を用いた八角形を象徴的に取り入れており、全体が八角形の平面で構成され、中央に八角形の中庭を内包し、八つのコーナーには、それぞれ八角形の小塔がそびえる。小塔の中心にはそれぞれ螺旋階段がある。イタリアのユネスコ。 世界遺産の一つになっていて、一ロ路線と効果の裏面にもなっている。この城は、軍事上でも、居城でもなく別荘、または客をもてなすために使用されたと考えられている。1240年頃、シチリアオフェデリーコ一世によって建てられた。その後、長い間放置され1876年に、イタリア国家の所有となり1928年から修復が始まった。 1996年には、ユネスコの世界遺産に登録された。2012年、トリップアドバイザーの企画、バケットリストの世界の名城を25選に選ばれた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。金沢桃江、小沢実、イタリア古事巡礼シチリアナポリ新庁舎、2012年、101ページ。 ISBN 978から4から10から60万2238から8。池上秀弘、美しきイタリア22の物語公文社、2017年、74ページ。ISBN 978から4から334043032。死ぬまでに生きたい世界の名二25。ありがとうございます。